皆さんこんにちは、マリアリです。はい、今日の取りだめ5、6本目、もうなんか目がボーンって感じ、夜中のテンションです。こんにちは。で、今日はですね、本当にもうブログ中のブログでございます。いつもの私の衝動買いシリーズ、じゃーん。ということで、今回もやってまいりました、アンリオのくじ引きタイムでございます。いやー、これね、やっと見つけました。原宿に引きに行った時に原宿でなくって、どうしても引きたいなと思ってたので、やっと引けたのでここに持ってまいりました。まあね、もうそろそろくじ引きやめようかななんて思ってるんですけど、やめられず、楽しみといったらこれぐらいしかないんですよ。私最近あんま購入品っていうのがなかなかなくて、まあカラコンだったりとかも買ったし、今までね、やっぱり音フェチの材料だったりとかなんかいろいろ買って、もう動画のねネタ用に買ったりとかしてたんですけれども、自分の趣味の領域、例えばそのセーラームーンだったりとか、サンリオだったりとか、ピンクのものの雑貨だったりとか、なんかそういうものにお金をあんまりかけてなかったので、今自分のために過ごせる時間ってこれしかないなと思ったので、今回は引いてきました。ではもう眠いところでポンポンポンと紹介していきたいと思います。最初はですね、じゃん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 じゃーん、ダブルポーチ3つダブりました。いや、マジで可愛いんです。これ今回のくじ引きってサンリオキャラクターズなんですけど、ダブルポーチになっていて、中に水色のポーチも入っていて、2つで1個みたいな感じの商品ですね。可愛い。てかサム可愛い。皆さんはどのキャラクターが好きですか？私はマイメロのお友達のピアノちゃん推しなんですけども、サムくんの色使いが本当に好き。ちなみに爪にいるのはキキララ。はい、そしてじゃーん、ダストボックスになります。これまたサムくんとかポチャッコとかキティとかキキララとかケロケロケロピとかマロンクリームとかですね。可愛い、本当に超キャワ。サンリオくじのダストボックスすごい好きで、これね、今当たったやつなんですけど、これが前回のくじのピアノちゃんのダストボックスで、すごい可愛くて使ってます。でもね、このダストボックスも捨てがたいんですよね。超可愛いので、どこに置こうかなみたいな迷ってます。逆にダストボックスの使い方って他になんかあるんですかね。いい使い方があったら教えてほしいです。はい、そしてグラスピンクになります。これブルーもあったんですけれども、私はピンクが当たりました。よかった。可愛い、見て。ちょっとわかんないけれども可愛いでございます。はい、そしてじゃーん、ビニールバッグです。これは何等みたいな、何等でもないけど、数本なんですよね。10本とか5本とか3本とか書いてあるんですけど、これ5本ぐらいだった気がする。これは親戚の子にあげようと思うので、ちょっと開けられないんですけれども、めっちゃ、可愛い大きい。ビニールバッグってすごい大好きで、毎回買うんですけど、今回ガールズトレンド研究所の商品を買って、めっちゃ使ってるので、これはね、さすがになんか使わない方がいいかなと思って、なんか2、3個ビニールバッグ使ってるから、ちょっとさすがに今年ビニールバッグ使いすぎだなと思って、ちょっと今年はガルトレのビニールバッグを使いながら、まぁ、ちょっといろんな商品を使ってみようかなと思うんですけど、これは親戚の子にあげたいと思います。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の購入品はこんな感じでございました。この動画が良かったなと思う方は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。ベルマークの通知もよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。モリアリでした。せーの、おつわり、バイバーイ。